こんにちは、オギのキッチンスタジオです。本日ご紹介するのはうなぎのあて巻きです。あて巻きの後にはうなぎの美味しい温め方もご紹介しておりますので、参考になさってください。では早速あて巻きの材料を見てみましょう。あて巻きとはお酒のあてになる巻き寿司のことです。ビールや日本酒に合いそうですね。今日はうなぎを使ったうな玉巻きをご紹介します。では海苔に酢飯を乗せていきます。酢飯は多すぎなくて OK です。今日使っている海苔は大きい海苔の半分サイズになります。だいたいこのぐらいの、私の手ぐらいのサイズですかね。ここに酢飯を乗せていきます。酢飯です。適量になります。なるべく酢飯が平らになるように乗せてください。あんまり乗せすぎると巻きづらいので、だいたい海苔の半分がこのぐらいですかね、半分以下ぐらいに乗せていただければいいかと思います。はい、こんな感じでご飯を乗せたら、次に具材を入れていきます。本日具材はうなぎのかば焼き、卵、かいわれ大根、山椒パウダーになります。ではかいわれと卵置いていきます。これかいわれもうすでに洗って切ってあります。卵ですね、厚焼き卵乗せて、でうなぎですね、うなぎだいたいこの1カットぐらいで大丈夫です。うなぎを乗せて、で山椒、このうなぎについていた山椒を使っています。好きな方はたくさん振っていただいて、苦手な方は振らなくても大丈夫です。ちょっとうなぎのところに少し振ります。これで具材乗せ終わりました。そうしましたら手巻き巻いていきます。巻くときはこのように手に持っていただいて、ここの海苔をここにくっつけるようなイメージで巻いていきます。こういう感じですね。でここにくっついたら、この海苔を後ろへくるくるっとして、じゃん、こんな感じで巻いていただければ手巻き完成でございます。うな玉巻き完成です。ポイントは具材を入れすぎないことです。巻き方をマスターすれば、あとは具材をお好みのものに変えてアレンジできます。今日はうなぎメインなので、こんな感じの手巻き寿司をたくさん作ってみました。その他の材料はぜひ概要欄をご覧ください。こちらはうな級わさび巻きの材料になります。こちらはうなとま栗チー巻きです。ピッツァのマルゲリータのような手巻きになります。こちらはうなアボおしんこ巻きになります。うなぎとアボカドの相性が抜群です。シミマヨネーズでお楽しみください。次にうなぎの温め方をご紹介していきます。電子レンジとフライパンでの温め方2種類ご紹介します。まずはレンジでの温め方です。うなぎを皮目を下にして、レンジ対応のお皿にのせます。少量のお酒を振りかけて、ラップをかけずに500ワット1分加熱して完成です。簡単ですね。次にフライパンでの温め方をご紹介します。お酒大さじ2杯とうなぎのタレをフライパンに入れて、弱火で5分蒸し焼きにして完成です。フライパンでもとっても簡単に出来上がります。今日はうなぎを使ったあて巻きとうなぎの美味しい温め方をご紹介しました。お酒にはおつまみが欠かせませんよね。ぜひうなぎのあて巻きを作って楽しんでみてください。それでは次回またお会いしましょう。